来てくれ、本当に。本気を見せてやるよ。プレイ人数、ほら、友達の人数決めれるってみんな、ほら、友達の人数決めれるって。いや、嬉しいな、嬉しいな。え、だって3人も友達来てくれるんだよ。ちょっと、ボイチャなし。ボイチャね、ボイチャはね、スイッチには搭載されてないから、ボイチャは。さあ、やってこ、いや、楽しみだね、久しぶり。いや、こういうの久しぶりでござるよな。みんな5000円持って、5000円持ってスタートって、自動車保険に入る前1000円払う。やったよね、このね、自動車保険に入るか、みんな。万が一の時があるじゃん。入ろっかな。風間入ろうと思うんだけど、他3人どう？あ、入る。あ、そうなんだ。じゃ、風間も入るよ。誰と会話してるんじゃないんだよ。そう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 。いや、他の人は見ようとや。あ、違うよ。違う。みんな、風間の心の中で喋ってるから。じゃあ、風間から。いや、すいませんね。じゃあ、いきますよ。溜めて、話す！危ない！ほらね。いや、もしかしたら自動車保険に入ってた方が良かったかも。だけど、え？はい。引っ越して気分転換。3年払って矢印の刺す。え、ちょ、待って。あ、は、は、は。ちょ、待って！いや、いやー、金の歯。友達はいなければ金も失うのか、風間いろはは。嘘でしょ？やめてくれよ、ほんとに。おい、ちょっと待って！金も失って友達も失うのか、ちょっと勘弁してよ、マジで！金で友達買ったのに！いや、そう、5000円ね。あ、入らないんだ！あ、そういう感じなんだね。いや、別に入らなくてもいいんだな。うん、そういうことってあるよね。君たちなんか結構お揃い多いよね。え、友人とバーベキュー。あ、へえ。君にはちょっと一番前のやつ、あの黒いやつ、ちょっと敵対心、今ちょっとこう、ちょっと、え、違うよ。あ、仲良くするけどね、仲良くするよ。友達は仲良くするんだけど、あいつなんか友達とバーベキュー、うわっ。いや、これどうする、どうしよっかな。え、でも両親いるんでしょ。で、もしかしたら風間も将来的に君たちとバーベキューに行くことがあるかもしんないじゃん。やっぱさ、独身貴族って言葉があるわけなんですよ。医者の独身貴族かっこよくない？医者の独身貴族かっこいいっていう。いや、でもまあ、いや、でも、いや、ここで、いや、別に、違うから別に。一人を乗り切るよ。もう、任せろ、本当に。別に、一人寂しいわけじゃないし。もうこんなに、たくさんの、こう、今日3人も来てくれたから、友達として。そう、仕事が、ござる、仕事が恋人なんです。仕事が、なんかさ、みんなちょっと人生充実してない？ござるの子。宇宙人から贈り物！ちょっとごめんな。風間の友達、地球外にいたみたいだわ、みんな。ちょっと、ごめん。友達いないなんて嘘ついちゃった。ごめんな。地球外に友達いたわ。そう、地球外にいたんだよ。あ、ラプラスダークです。あ、いや、そうかも。ちょ、人生ゲームに出てきてくれてありがとうな。安価な家が売り切れていく。でも一人で大きい家住むのちょっとな。風間もお家買わないと。そうだよね。そう。だろう、よ、うん、あ、あ、よ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 ね。どっち？さあ、じゃあ、とりあえず家買うか。どうしよう。でも、大きいお家にさ、一人はちょっとさ、寂しいんだよね。風間も、やっぱ、こういうとこはみんなとお揃いにいてもいいよね。そう、お揃いにしようよね。俺たち友達じゃん。俺たち友達じゃん。なあ、CPU123。そう、君たち友達だよね。じゃあ、お揃いっていいと思わないか。お揃いにしようぜ。これが、夢の友達との初めてのお揃いか。いや、スポーツクラブなんか行かずに走るよ、風間は。うわ、やべえ、これ。これやばいって。これやばいって。まずい。いや、行かないよ。なんで10回は運動好きだけど、10回も行かなくてもよくないか、ござる。なんで。そんな行かんくでいいやろ、おかしいだろ。
ますよ。ちょっと待って。友達辞める？え、やめてよ、やめて、やめて。ごめん、ごめんって、連帯責任とか言うこともあるけど、ちょ、友達辞めるって今、児玉の心の中で友達から友達辞めるっていう言葉が聞こえてきたんだけど。やめてよ！やばい、やばい、巻き、いや、ごめん、ごめん。ちょっと、君たちにまで3時投げられたら俺、どうしたらいいかわからねえでござる。ござるさん、あ、ごめん、ごめん、ごめん。そんな嫌わない。おこ、やばい、やばい。もう睨まれてます。今睨まれてるよ、めっちゃ今めっちゃ睨まれてる。怖いよ、無理、やめてって。もうごめんなさい。そんな、え、大丈夫、紫、俺んち進むか。待って、早い。あ、住む世界変えるってこと？お、紫！俺たちのことを捨てるというのか？一緒に地球で住もうよ！置いていくなよ。置いて、キャンプに羊が乱入。お、食べちゃうぞ、ちょっと。よしよし。あ、やったー！やっぱ保険って大事なのよ、みんな。保険ね。医療機器開発しちゃった？あ、医療機器開発しちゃったかも。いやー、人生ゲーム楽しいのにな。人生ゲーム楽しい、マジで。いや、友達とやる人生ゲームが、本当に楽しくってさ、本当に。いやー、そうは思わないか、みんな。ねえ。友達と、人生ゲーム楽しい。友達と人生ゲームね、どう、そうだよね、楽しい。そう、みんなとやると楽しいよね。みんなとやると楽しいよね、みんな。一人なんて寂しいよ。カズマイロハさんは無限に一緒に人生ゲームをしてくれるメンバーを募集しております。よろしく。俺つらいよ。ござるが作ってきた自分の見た目みんな見てくんね。マジ今日これでやる気満々だったのに、全然マパターン使用するとこがなかったよ。くっそー、作ったのに。マジで。で、人生ゲームずっとやりたかったから、その、この面集めてやろうと思ったんだけど、いや、最近ね、この面どこもかしこも人生ゲームの配信してんのよ。で、カダマはそのタイミングの時間にどうしてもやっぱ日程が合わなくて、今ちょっと今無理なんですよ。今日程が合わないから、ちょっと落ち着いたらね、人集めてやりたいなって思ってたんだけど、なんか目に優しいゲームないですかって言ったら、なんか大使さんたちが、え、人生ゲームどうとか言うね、コメントを見てね。これだけは、まずかったけどな。って思いながらね、風間出したよね。いや、でも、友達いるから。そう。いや、どうやら、その、このゲームはね、今回、6600円で、なんと友達がついてくるっていう素晴らしい機能付きということですね。聞きまして。一人遊びが得意なござるさんとしては、別に一人でやっても構わんのだかっていうね、思っていたんですけども、別に、友達を用意してくれるのであれば、もうやってやろうじゃないかっていうその気持ちがありまして、はい、今回はね、プレイをさせていただきました、次第でございます、はい、本当に、はい。イマジナリーとか、いとこはいるわ。やめろ、風間いるわから何もかも奪わないでくれ。いとこはいるから。いとこはいるから、いとこまでイマジナリーにしないでよ。ダウンロードコンテンツ、友達ってあんのかな？ちょ、見ていい？ねえや。ねえわ。みんな、すまん。ねえわ。
ねえよ、みんな。何も分かんねえんだ。あ、でも今度こそ、今度こそね、友達誘ってやるんだ。ふぬき先輩が今日リプライで、かだまとの今度一緒にやろうなって言ってくれて、嬉しかったなぁ。マジで、めっちゃ嬉しかった。そう。だから、あと二人。あと二人やるんだ。そう。あと二人集めて、あのモードもね、遊びたいと思います。